はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンスターハンタークロス体験版ということで、今回はナルガクルガ上級者向けをやっていきましょう。まあ上級者向けといってもナルガそのもの新モーションはなかったのでそこまで苦労はしないかな。まあやっぱり強いですけど、で武器はガンランスでいきます。で、ギルドスタイルは今回武士道タイプでいきましょう。まあ武士道についてはギリギリまで引きつけて回避やガードなどを行うことによって発生するジャストアクションですね。まあギリギリで、回避やガードをすると、そうするとまあ鋭い反撃ができるということで、まあこれガードも対応してるんで、まあランス系は比較的相性がいいのかなと思います。で仮技は一つですね、破山流撃砲。これはもう単純に流撃砲の強化バージョンですね。かなりためが多いんで、まあ罠にかけた時とか乗った時に使うのがいいですかね。で、ちょっとね、前作でガンランスをあんまり使ってなかったんでわからないんですけど、なんか今回からあれじゃないですか、ガンランスの段数がなんか数字で5って表示されている。前までなんか弾じゃなかったでしたっけ、なんか段数はこうやって使うと減ってって、でさらになんかこの白いゲージが右の方に行くんですよね。このねゲージのシステムをわからないんですけど、これ熱量なんじゃないかなと、流撃砲の。なんで、まあ、切れ味はその赤くなるとまずいんですけど、熱量については赤くなった方がいいんじゃないかなと勝手に思ってます。ちょっとこのシステムについてはまだよくわかんないです。で、あとこのガンランスは、まあ、5発あるんで通常弾ですね。まあ、放射と拡散はガンランス他にもあるんですけど、今回装備しているものについては通常なんで、まあフルバースト狙いでいきましょう。まあ、ただね、ナルガクルが早いんで、叩きつけからのフルバーストにね、持っていくのがなかなか難しいんですよね。で、6番からはね、すぐ移動するはずなんで、ナルガは。ほら来た。で一応ね、ジャストガードバインドボイスにも対応してるんで、ちょっとできればいいんだけど、これほい、わかります？今ね一応ねジャストガードモーションが出たんですよ。やばい、これいけないくんなでやっぱねランス系を使うときは最低でもねガード性のプラス1はね欲しいんですよ。結構きついんでガード性がないと。まあただそうも言ってらんないんで、装備がもうデフォルトで決まってるんで。おお、危ね、なんか消火器みたいなの食らったかと思ったけど、さあ来い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 。おーら、あれこっから叩きつけになんなかったっけ、ジャンピング攻撃から。こういうのでもねジャストガード狙えるんですけど、やっぱねちょっと難しいっすよね。やばい、危ね危ね。ほいっと、今の分かりましたっていうかね、いまいち効果がね分からないっす、俺も。引いて殴られた。あとはちょっと破山流撃砲の方まで、ああ威嚇してんな、チャンスだったけどな。ほい、まあねモーションがね分かってるんで、そこまで結構食らってますけどちょっとジャストガードを狙ってたりするんで、そうですね、やっぱジャストガードを狙うと食らうっていう。もう硬い、あこれはもうガードしとこう。やっぱナルガはね早いからな、叩きつけまでなかなか持っていけないな。ほら入ったか、いてほい、あ、来なかったか、
ほい、遅かった。ほい、やばいやばいやばい、ちょっと回復したい。てかアイルどこ行った、死んでるな2人とも。そろそろ火山流撃砲がたまるんで行きたいな、撃ちたいけど。来るな、あーこれはあんね、あれね、食らうとねめっちゃ体力削られますからね。あ、今なかなかいいところにいるんじゃないかと思ったけど、これ壊されてる足場が、ほら、どっか行っちゃった。やっぱこれが一番いいのかな。大技を狙うんじゃなくてコツコツプチってやって、プチッポンプチッポン。あれ当たってる？やばいやばいやばい。普通に削られてからな、いってー、あぶねえ、助かった。なる相手のガンランスは、素のガンランスだとちょっと厳しいかな。まあとりあえず破山流撃砲が溜まってるんで、次はしびれ罠を仕掛けましょう。で、怒った時じゃないと落とし穴が効かないっていうのは変わってないですね。通常状態で落とし穴使うと破壊されます。まあこれは従来通りといったところで、さあ来い、微妙にずれてる、ほら行きましょう、もう落ちましょう、くーら、怒った。まあ、ここでね落とし穴仕掛けてもいいんだけどな。怖い怖い怖い、できれば乗りたいな。これいけるか、ほら当たった、あしまった、あれを回復させとこう、ガシャンと。さあこっちに来なさい、この俺が乗ってやろう。あ消えてった、早いな、5番か、そうするとこれに触れてこう。あもう触れたっけ、あのね壺に触れると自然回復力が上がったりするんで結構役立ちますね。特にパーティープレイとかの時は全員に効果があるんで、普通の流撃砲を叩き込んでないんで、まあ1回すっ転ばせるのもありだとは思うんですけど。あれ腹減ってんなこいつ、くらい、今かな、チャンスではある、乗れるかこれ、届け、ほら、お隙が、飯食いに行ったかな。これね飯はね確か2番なんですよね。あ飯食いに行きましたね。ただ早めに行けば飯食ってる最中は隙ができるんで、通常の流撃砲一発叩き込めるかな。急げ急げ、ちょっとスタミナが減ったな。まあ大丈夫か、でもガードはねやっぱりスタミナ必須なんで、
食らえ。これは普通の流撃炎。硬い。しまった位置が悪い。ちょっと一回フルバーストも叩き込んで。起きて。やばい。やばいやばい。ちょっと一回エリア移動して飛ぼう。ここ狭いからね、危険なんすよ。で、肉も食って準備万端にしてからやつに挑むか。まず砥石で研いで、肉食って、で、破山流血砲溜まってるんで巻き出せよ。これ砥石だ。巻き投げナイフ。さて、おおおおおお、なるべく外したくはないからな。いて与えた代償に食らった。狭いよ、ここは本当に狭い。ちょっと回復が先かな、これ。逃げろ。ほい、うわー、マジか。エフェイトしたか。どこへ行く。6番あたりかな。急がないと麻痺を回復させてしまう。せっかくもう2本投げちゃったのに。ほいほい、よし、くらえ、ぶちかませ、ドカーン。てかチャージしてね。怒った。これは落とし穴仕掛けよう。もうここはガンガン攻める。てかさ破山流撃砲もさ、回復してないし、流撃砲自体も使えないし。よし、グレート飲んで、グレート飲んで、さあ罠にはまるがよい。見事にかわされたな。こっちに来い。こういう時に限ってね、なかなかはまってくれないっていう。どうだ、こっちだよ。猫なんて狙ってるんじゃないよ。おお、怒りが治ってしまった。なんてことだ。やばいやばいやばい。くらえ、フルバースト。くる。あれはね、ジャストカード狙えそうなんだけど、危険だからね、本当に危険。おっ、ダメだ。ギアノスみたいなのがございな。なんだっけあれ。ギアノスは雪山にいるやつだから。くらえ。怒った。まだ落とし穴ある。あ、あるんじゃないか。こっちに行きなさいよ。俺がせっかく仕掛けた落とし穴にはまれ。よし、ナイスだ。ほら、叩きつけからのはできなかったから、そのまま流撃砲撃とう。発射、破山流撃砲撃てんな。こいつ長いからな。どう、ファイヤー、ラッシュを。あ、もう弱ってんなこれ。ま、あとは普通に倒していきますか。とりあえず砥石で研いで、まあやっぱりね、破山流撃砲が多分強いですね。で、流撃砲とは関係ないんで、
その後普通に流撃砲も撃てるんで、これはかなりでかいですね、今回の、ガンランス。でまだ乗ってないんで最悪もう一回すっ転ばせられますね。位置が良くないな。ほら、あ、倒したな。よしよしよし、ガンランス結構おすすめですね。まあランスが使える人であればガンランス使ってもいいんじゃないかなと。癖があるんでね、元々の動きにステップを使いこなせればガンランスはかなり強いと思います。で、あと武士道のね、このなんか謎のジャストガードがどうなってんのっていうのはよくわかんないんですけどあんまりジャストガード狙いっていうのも危険なんで、まあ慣れてきたらっていうところでしょうかね。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。Yeah.